昨日はユーリに会えなくて残念でしたね。うん、誰それ。あんなに楽しみにしてくれてたのに。しかもスパイにとって最も厄介な秘密警察。秘密警察って何？なんてアーニャ紹介しなかった。ワクワク返せ。そんなに会いたかったのか。本当に懸念はなくなったか。秘密警察を弟に持つヨルブライア、彼女の方の身辺には怪しい点はなかった。何事も疑ってかかれ。たそがれ。母は料理下手。やはり今日の朝食私が作ったとバレてましたか。ヨルさんの潔白を確信するためには首のとこゴミがついてますよ。びっくりしました。行ってきますのキスされるのかと。なっ